20日に開かれたフランスのブサンソン国際指揮者コンクールで、東京都出身の斉藤ゆかりさんが優勝は逃したものの、観客とオーケストラによる投票で最優秀に選ばれました。このコンクールは若手指揮者の登竜門として知られ、過去には小澤征爾さんや佐渡裕さんらが優勝し、世界的に活躍するきっかけとなりました。